本日をもちまして藤丸は営業を終了させていただくことになりました。先月31日、122年続いた帯広の老舗百貨店藤丸が閉店。午後7時の営業終了後のセレモニー、会場からは惜しみない拍手が送られました。ありがとうございました。この日集まったのは市民らおよそ1000人。そうして迎えた最後の瞬間。しかし藤丸はまだ終わってはいません。閉店と同時に新生藤丸への一歩を歩み始めました。1年後になるかもしれません。もしかしたら2年後になってしまうかもしれません。ただ必ず再開にこぎつけたいというふうに思っています。新会社を立ち上げ、再開への舵取りを担うのが帯広日産自動車の親会社。そしてその会社とタッグを組んだのが今日の K ナビの主役、ソラ。こんにちは、こんにちは。 K ナビ、今週も始まりました。まずはコメンテーターを紹介します。北海道大学の平本先生と札幌信用高校校長の明石さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、磯田さん、今週のテーマは、はい、百貨店ですね。百貨店、帯広の老舗百貨店藤丸が、この最近の火曜日ですね、先月末に閉店ということで、旭川もですね、まあ、どんどんこの百貨店がまあ撤退していって、百貨店ビジネスっていうのは本当なかなか厳しいなって感じしますけどね。そうですね、はい、藤丸も道内資本最後の百貨店というふうに言われていたんですが、はい、閉店してしまったんですけれども、今地方創生ベンチャーのソラという会社がスポンサーとなりまして、藤丸の事業再生を進めているということなんですね、はい、このソラという会社なんですけれども、はい、北大を経て野村証券に勤めていた米田武史社長が十勝に人とお金を呼び込むということをコンセプトに設立した会社で、設立後わずか3年ほどなんですけれども、藤丸を含む3つの事業を承継しているんですね。すごいね。ということで、そのソラは一体どんな会社なのか、そして藤丸はどうなっていくのか取材しました。